あるよ。何があったかな。歯が痛いけど怖くて歯医者に行けない。あこれ怒るの？ちょっと今日ダメかもしれんね。ドアのね、怒りゲージが溜まってない感じ、うん、これね、行こう。これもう叱る、叱るほどでもないと、これは。あ、ね、いやね、まずね、人はね、あのさ、靴で判断するとか言うでしょ？うん。靴。でもね、まず、歯、歯が大事だよ。うん。歯。見栄え的にね。うん。ね、そうなんね、見栄え、これ怒れる。歯がなくなったら大変だから行くのだ。わかった。この人の心理としては、歯医者って怖いっていうイメージがあるから行けないと思うの。ね、ロアマンがさ、怒ることってないでしょ？だから、そんなロアマンに怒ってもらって、で、歯医者以上の恐怖を、ロアマンから味わおうみたいな。だから、ロアマンが歯医者以上の存在になるんだよ。歯食いしばるのな。歯食いしばるのな。そんなね、歯のね、ケアもできんってことは、歯いらんってことでしょ？そう。ロアがね、お前の歯をへし折ってやるからね、歯を食いしばるのな。嫌だったら歯医者行くのな。わかった。こんな感じ行くでしょ、これ。これは行く行く、歯をへし折るのだだって歯医者行かんってさ、歯のこと大事にしてないってことでしょ。そうだね、うん、何されてもいいよね。そう、歯を大事にしてないってことは、その歯をどうされても文句は言えんでしょ。そうだ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 。そう、うん、歯はね、大事にでもあるもんじゃないんだよ。あるうちにね、大事にせんと。そうだよ。将来ね。え、そう。将来困るからね、今よくても。え、そうだよ。うん。だから、将来のことを考えて、今ある怖さより先にある怖さを興味しながら歯医者さん行こう。そうだよ。だって、あの人歯ないんかなって思われるかもしれんよ、今あるのに。そう。先生とか見て。先生、前歯ないか、今ね。あ、そうなんだ。あ、ほんとないよ。へぇー。なんでなんで？あ、なんか喧嘩してる。俺だってってるよ。そうなんだ。え、でもリリムマンもね、あの、お兄ちゃんとペットボトルでチャンバラしてたの。うん。そしたらさ、お兄ちゃんのペットボトルが前歯にめちゃくちゃ当たって、それで欠けたんだよね、前歯が。ガチャンと切り？っていうか、まあ5歳とか6歳ぐらいの時かな。あ、ガチャの歯だったからよかったね。そう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 、前歯かけちゃって泣いた。もうめちゃくちゃ痛かった。え、それさ、生え変わるまでそのままだったの？ううん、あの、詰めてもらった。あ、そうなんだ。そうそうそう、歯っぽいのを詰めてもらった。だってさ、ちっちゃい時の写真見てさ、生え変わるまでさ、歯が欠けてたら、そうだよ、そうだよ。まあ、いいって言ったら、歯が欠けてるんだよ、前は。クソ悪ガキみたいな感じになってたね。だから、そんなんなりたくなかったら、歯医者行ってたんだ。ロアも行ってるよ。え、ロアマも歯医者行ってるの？うん。へぇー。歯医者行きたくないけど、ロアもめ、ロアは怖いとかじゃなくて、まあ、ちょっと怖いけど、面倒のと、うん、あの、キーンっていうのより、先生が怖いんだよね。キーン、あ、歯医者の先生がってこと？うん。なんでこんなに来ないのって。そんなにね、来ないならね、他のね、歯医者さん行ってくれてもいいんだよって言われてね。あーって、ちょっと泣きそうなにでもないから。怒られてる。うん。上向いてるから涙引くの待ってて、なんでこんな怒られてるんだと思いながら、そう、別に他にあるでしょって言われて、あ、はいって言ってね。でね、先生に謝れんかったからね、帰りにね、受付のね、お姉さんに謝って帰っていたの。あ、そうなんだ。うん。それって、あの、虫歯がめちゃくちゃひどくなってて、なんで歯医者に来なかったのっていうこと？それとも、何日に来てくださいねって言ったのをすっぽかして、もう、
んかね、遅れてたから前歯医者さんは、なんか歯医者さんで何回も通わんといけんでしょ。うん。でさ、なんであんな時間かかるんだろうってね、うん、治ったっぽい感じ。うん、でね、なんか自分、自己判断ね。え、これ治ったでしょと思って、うん、でもなんでもう行かんでいいでしょって勝手に自己判断で、うんうんうん、さあ、え、でもまだ終わってないから、そういえば行かんとなーと思ってね、時間空けて行ったら、うん、なんで、こんの？まあ終わってないでしょって。うん、わかるよ。あのね、なんか、もうこれは自分の判断なんだけど、お医者さんってたまに騙してるんじゃないかなって思っちゃうんだよね。もう治ったのに、なんか長引かせたいから、まだ治ってないで次も来てくださいって言ってるんじゃないかなってね。だって高いんだもん、歯医者さん。あ、わかる。病院は高いね。でもさ、なんかね、海外とかだとね、1回で治してくれるらしいよ。え、そうなの？この間テレビでやってた。わかんない。そこの国だけかもしれんけど、うん。あ、でも保険制度が違うんかな、わからんけど。保険の話になるとちょっとわかんなくなっちゃうね。まあもうわかんないけどね、歯医者の先生に言われた。なんで1回で治してくれないんですかって言ったら、保険がどうしたこうした言われてね。難しいよ、そんなもん。やっぱね、ああ、そうなんだと思って帰ってきた。あ、でも偉いね。え？あ、あとね、あの虫歯って確か何歳までだっけ ?3 歳 ?5 歳ぐらいまで、あのバイ菌がつかなかったらもう一生死ぬまで虫歯にならないんだよ。なんでなん？あのね、なんでだろうな。感染とか？ちゃんとはわかんないんだけど、うん、でもならないらしい。もうあれかな、うん、何、もうちゃんと歯が生えちゃうと、うん、強いんかな、強くなるんじゃない。あ、3歳かな、3歳わかんない。あー、口内の菌が繁殖がどうのこう。あ、口内環境ができるんだって。そうそうそう、確かそうだね。その前に感染させられると終わるってことなんだ。うん、そう。だから、チューとか、うん、あの、お箸、大人とお箸とかやっちゃうと、虫歯になりやすくなっちゃう、バイ菌が。もし、あの、見てる人とかも、自分たちも、子供ができたときは、そこら辺気をつけてあげたら、その子は将来、あの、歯医者に行かなくてもいい子になるよ、みんな。そうなの。これ覚えといてね。口移しとかしちゃうかもしれんもんね、赤ちゃんの。あ、そう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 。へぇ、豆チチチ、豆チチチ、うん。嫉妬の話どっか行ってて草。もうリリムー、リリムーじゃ、ロアマンが嫉妬された話だったね、これね。でもロアもすっかりね、怒った感じ、ね、うん、